やったのか。彼らを形作っていた魔力は無惨しました。しかし魔力が再び満ちれば、亡霊たちはまたあのような姿でさまようでしょうね。何度死んだって永遠に楽になれないってわけね。悲しいですわね、それは。ああ、そうだとも。お前ならきっとそれを叶えられるさ。急ごうよ。不気味ですわね。サプレスの魔法陣とメイトルパの呪法、それにシルターンの呪符の組み合わせ、異なるそれらの力をロレイラルの技術で統合制御しているというのか。で、その心は？とてつもない魔力を引き出せるということです。しかも目的に応じて魔力の特性を変換することさえも。その力、資源より生じ、あまねく世界に向けて通ずるものなり、かの者の声、すなわち視界の声なり、かの者の力、すなわち視界の意志を携え、悠久に楽園の守護者となるべきもの。リンカ、エルゴの王。ちょっと待ってよ、それって昔話の中の話なんじゃ。その通りよ。だけど
真実か嘘かは誰にもわからないな。でも現実に剣の力、遺跡の力で先生はあらゆる召喚獣を呼び出しているのよ。断定はできません。実際にこの装置を起動させてみないことには。心配すんな。いざって時は俺らがついてるんだからよ。つながった。ようやく完全な形でつながった。長かった。断たれた回路をつなぐための部品を見つけ出すまでの時は、同じ形、同じ輝きの魂、これこそまさに的確者なり。すべてを継承し、完全なる力の解放をもたらす。封印を解き放つ鍵よ、新たな格式となりて、タタレシクリプスを再構築せよ。先生？どうしちゃったの？わかりません。ですがこのままじゃ絶対にまずい。彼女の手からあの剣を引き離さなくては。なら俺が。書き換えの完了まで何人にも邪魔をさせてはならない。それが私の最優先の任務。お姉様？的確者の精神を核に新たなネットワークを構築することで遺跡の機能は回復する。不要な人格を削除しシステムに最適化する。削除？お前自分が言ってることの意味分かって喋ってんのか？あのスカーリン、おそらく今の彼女。ええ、多分本来の意志とは違うものに操られているみたいね。薬か術か、とにかく今の彼女に何を言ったところで通じないってことだ。あったら力ずくで行くだけのことだ。俺らだってちゃんと分かってる。もうよ、あいつを早く何とかしねえ限りは。アティを助けてやることができねえだろう。アクセス。防衛機構に接続完了。妨害要素に対し光学兵器による排除攻撃を実行する。いけない。彼女は遺跡と接続して機械兵器を使用するつもりです。ロックオン。うわ！
あなた、どうして？大丈夫ですよ。傷つけられたのはこの鎧だけ。すでに死んでいる私を普通の方法で殺すことなんて不可能なんですから。アルゼ、女の子だったの？ごめんね、サマラ。理由は後で説明するから。フレイジャー、あなたがみんなと協力してあの人を助けてあげてちょうだい。アリエル様は？私は今度こそこの剣でアルギラ姉さんを止めてみせます。あ、近接戦闘へと移行。大電結界を展開。スクリプトオン。やあ！さあ、グズグズしてる暇はないですよ。防衛兵器はなんとか私が抑え込みます。その隙に何としてでもあの人の手から剣を引き剥がし継承を阻止するんです。目標緊急変更。最優先命令に基づき妨害の阻止を。させない！お願いだから、いつまでも過去を引きずらないで。この人を生贄にしたって私たちの大切な人は帰ってこないのよ。目を覚まして、アルギラ姉さん！おりゃー！おーっと、ディフェンサー、作動、魔障壁。光の壁。これじゃ先生に近づけないわよ。どいてください。びくともしやがらねえ。称号確認終了。継承工程読み込みから書き込みへと移行中。この止まれよ。止まりやがれ。諦めたらいけない。繰り返しちゃいけないんだよ。君は僕と同じになったらダメなんだ。意識を強く、心を澄ませて。いい加減に目を覚ましなさいよ。大丈夫だって言ってたじゃない。なのにこんなドジ踏んじゃって、使用人のくせに私の許しもなしに勝手にへばったりしないでよ。約束したじゃないのよ、ちょっと守ってくれるって。いやよ、帰ってきて。対戦遮断。バカな。システムダウン。
カ野郎。サラちゃん。私は何をした？姉さん、近づかないで。お姉さま、覚えてるわ。私が何をしたか、してしまったか。マスターの声が聞こえてたの。あの人の声がずっと近くで、だけどそうじゃなかった。すべてはあなたを支配するために作られたダミープログラムです。ベイガーであることを利用されて、あなたは償いの過ちを犯してしまったのです。そうね、私はもう壊れてしまったのね。楽にして差し上げます、私の手で。もう二度と彼女が支配されないという保証があなたにはできますか？同じ間違いが繰り返されれば、今度こそこの島は破滅するんですよ。あれだけの目に遭いながら、それでもあなたは彼女を信じるというのですか？な、気休めはよして。自分のことは自分が一番わかってるわ。ダメなのよ。きっとまた私は取り返しのつかないことをするわ。だからそうなる前に私を。この僕にあれだけ手痛い目に遭わされたっていうのに、相変わらず君は仲良し小良しが大好きなんだね。友倒れになったらいいなって思って見てたけど、そうそう都合よくはいかないってことか。てめえ。でもおかげでいろいろと勉強させてもらえたよ。この遺跡を抑えれば、それだけでこの島の全てが手に入る。こんな美味しい情報放っておくわけにはいかないよね。ボロボロのくせに口だけは勇ましいや。いい機会だし、せっかくだからその剣この場でもらっていくよ。Thank you.
察のつもりがとんだ道草になってしまったな。撤退だ。帝国の人たちも攻めてきませんでしたし、今日は帝国の人たちも攻めてきませんでしたし、今日は平和な一日でしたね。マルルーも先生さんたちと一緒に戦うと決めたですけど、できればやっぱり喧嘩はしたくないですよ。それはですね、きっと先生さんと同じですよ。はい、先生さんいつも言ってますよね。戦って誰かを傷つけてしまうのは嫌だって。でも放っておいたら他の誰かと誰かがもっとひどく傷つけ合ってしまうから、それはもっと嫌だから自分が前に出て戦ってるんですよね。マルルも同じです。みんなが喧嘩するのをもう見たくないから。だから止めるのです。一緒に頑張るですよ。みんながもう喧嘩しなくて済むようにするために。はいですよ。学校をやってくれと頼んだ手前、こんなこと言うのは気が引けるが、実のところわらわは学校には行ったことがないのじゃ。いや、読み書きはきちんとできるぞ。そなたと同じ家庭教師に習っておる。ただわらわとしては家でじっとしておるよりも外で体を動かす方が。うん、うむ。じゃが息子に勉強させておる手前、わらはもっとは思っておるのじゃが、とはいえやはり苦手なものは苦手じゃ。第一楽しゅうない。バカを申すでない。それこそわらわの立場がないではないか。下手をすれば子供らよりも出来が悪いかもしれんというに。剣が絶対封印されていた理由がようやく納得できました。使い手を取り込む手段としてあの剣は存在していたんですね。そうと知っていれば私は。アティさん、あなたという人は。はい。命を奪うのも捨てるのも絶対に認めない。いやー、もう先生ったらかっこいいやら恥ずかしいやら。そんなことぐらい分かってるわよ。けど
あなたはどうなのかしらね。生徒を守るため、村のみんなを守るため、そう言ってすぐ自分の身を差し出してしまうのはどなたでしたっけ。他人の命の重みをあなたは知っている。だけど自分の命については軽く考えすぎてない？命の価値を説くのなら、まず誰よりも自分がその価値を知らなきゃいけないわ。まして命なんて些細な悪意一つでどうにでも消し飛ぶものなのだから。さっき先生が二人に怒鳴った言葉、すごい迫力だったね。でも私は正しいと思うよ。命ってもんは扱い方一つで金にもゴミにも化け上がる。お宝に唾吐いて台無しにするような真似だけは絶対にするんじゃねえ。先代の言葉だよ。なんか先生の言ったことに似てたから思い出しちゃった。海賊の親玉の言葉にしてはちょっとらしくないかな。実は私も結構好きなんだよね、この言葉。どうするつもりだ、これから。気持ちはわかるぜ。そうすりゃこれ以上あの二人が傷つけ合うこともなくなるか。お前らしいな。けどな、それは優しさじゃなく逃げだぜ。やむにやまれぬ事情があったにしろ、連中は腹をくくってあの場に現れたんだ。忘れるってことはそれまでの連中の気持ちをないがしろにするってことだぜ。違うか。はっきりさせなくちゃいけねえんだ。曖昧にごまかす方が楽なんだろうがな。いつまでも痛みが後を引かねえようにするためにもな。よう。今日は姿を見なかったが、どこに行ってたんだ。もしかしてサボりだったとか。ガキの森に疲れて逃げ出した図星だろ。いいっていいって、誰だってそういう気分の時はあらな。野暮なことは言わねえ。そういう時はサボりが一番の薬だしな。我慢した挙句に疲れてぶっ倒れるよりずっとマシってもんだ。まあ次から俺に一声かけてくれや。ごまかす手伝いぐらいしてやるからよ。今日は姿を見かけませんでしたが、どこかへ出かけていたのですか。どうやら言えない事情があるようですね。顔を見ればわかります。引け目を感じているとき、あなたはそれが顔に出てしまいますから。問いただしたりはしませんよ。ただ手を貸せることがあるならいつでも声をかけてください。あなただけが
苦労を背負い込む必要はないのですから。命を奪い合うことも捨てることも認めないか。ちょっとかっこよかったですわよ。あら、せっかく褒めてあげたのに。そうかしら。身勝手ってものはまず自分のことを優先に考えることでしょ。あなたの場合、そこが完璧に抜けてるもの。身勝手っていうのとはちょっと違うと思うけど。そうね、あなたらしいとしか言いようがないかもね。お人よしとか偽善者だとか悪く言うことだったら簡単だけど、あなたのそういうとこなんだかんだ言って私結構気に入ってるし、傍から見ている分にはね。